おはようございます。元気なんや。暑いんか寒いんか分からへんねん。暑い。朝起きた時めっちゃ寒かったけどな。寒かったな。よし、火が照ってるとずっと暑いな。うん、汗かくな、これは。よし、今日はやるよ。3段目。こっからはもう1列。下の基礎部分で2列にするけども、こっからはもう1列で進んでいきます。よし。行こうか。すごいよ。すごいな、これ。絶対トンカチの方が楽やと思ったけど。その楽じゃないんですよ。重さ的には断然これの方が軽いな。手がパンパンなんですめっちゃ進んだな。いやありがとうございます。まだっていうか設営してないんじゃないですか。設営もね、今日考えたらヘルメッシュ持ってるから。お疲れ様です。使うか。マサが言ってた。敵へ飛んだから。干潮されてる。敵へ。だいぶ進んだ。次は、ごま打ちしようかな。ごま打ちして、あとはもうひたすら進んでいくだけ。やっぱり人がいるとちゃうな。でもあんまり人数いてもすることがないよ。そうやな、うん、でも作業も大切やけど喋ることも大切や。いや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 言うて。まあまあやってて楽しいやと思う、うん、次はドマジやっていこう。まあ鉄筋の用意したりな。そんな話明日ね。明日明日。うん。雪。この1週間頑張ったから。そうやな。ずっと来てるから。休み。そのために雨。さようなら。最近撮ってなかった。よし、はい、おはようございます。今日はね天気は悪くて、ずっと朝から雨降っててようやく止みました。止んだんでね、ちょっととりあえず、ここの土間内の鉄筋をちょっと今日入れようかなと思ってて、メッシュやね、ワイヤーメッシュをちょっと引いていくっていうのをやっていこうと思います。
チカチに固まってる。またね、夕方からまた雨が降りそうなんで、ちょっとパパッとやってしまいたいと思います。よし、やっていこう。とりあえずこっちだけやりました。いやー、なんかね、これカメラで見えへんけど細かい雨がねずっと降ってて、なんかわかんな、いて腰だ、ずっとしゃがんでると腰痛いわ。半分に分けて1回2回でやろうかなと思ってます。でまたね、明日土間打ちする材料、砕石と砂とまた取りに行こうと思います。今日はこんなとこかな。おはようございます。今日は気持ちいい天気やな。ポカポカして眠たくなるな。でもね、今日はハードワークよ。土間打ち。ちょっと準備してて、砕石とか、砂も買ってきました。やっていこうか。社会の強行。よし、やっていこう。何回やらなかろうな。これはエビな。でも分けてよかったよ。せやな。いけたね。ガタガタやん。え？ガタガタやん。何が？とかさ、まだいかへん。なんかコテの跡がすごい。一撃では無理やね。最初は大体の高さだけ合わせて、でちょっと固まってきた時に表面きれいにする。高さだけには大体言ってたらそうだけど。いや、助かりました。これはうちの車間屋がいいひんかったら無理やな。あとはな、ちょっときれいにしていくのはちょっと俺もやっていくわ。早く洗っとかな、取れへんなんで。長靴もう別にいいけど。なんで持って帰らへんもん。もうここいない、痛いねん、ここが。足が短いもんでな、長すぎて切ったろかな。座ってためっちゃ痛い。いやー、ちょっとさ、ドーム状にするって言ってたやんか。それちょっと悩んでんね、うん。アースバックって言ったら、よくある形は下からこう斜めにぐーっと上がってって、こうなんていうの、卵型みたいな感じなの、ね。カテナリー曲線やったかな、なんかそんなのあんねんか。ネックレスとかをこう両端持ったらこうなるやん、うん、その形が、まあ、重力に均等にいってる曲線やから、それをひっくり返した感じの曲線にすると、うん、まあ、分散される、うん、どっか一点に力がかからへんっていう状態になるんやけど、それすると
下から斜めに上がっていくから壁がさ斜め向いてるやん、うん、いやそれが嫌やなと思って垂直に立ち上げてポコンって丸にしようと思ってて、うん、でそやけどまあそれもやっぱちょっとやっぱ無理があるなと思って危ないなと思って、うん、でそもそもな最初うわアースバック見てうわこれすげえわと思ったのでこれや、うん、見せて、いいの見せて、こういうやつ木とモルタルとアースバックとなんか組み合わさったような感じ、これが可愛いと思ってあのアースバックにしたいなって思って、で最初まあこれアースバック作る前に向こうで木の皮むきしてて丸太を置いてあるんだけど、それもこれを思ってたから皮むきしてて、やっぱりこういう形の方がいいかなと思って、うん、どっちがいい？こっち。こっち。私も初めからこっちって言ってたよ、これ可愛いって言って。言ってたな。うん、せやけどなんか屋根がどうのこうのって。難しそうやったんや。言ったから、もうなええわってなったんや。それ難しいなと思って、まあドーム型やったらまあまあまあ積むだけやし、うん、その曲線だけ測っていけばまあまあまあいけるやろと思って、そこまで大工の知識も出ないしそうし、ちょっと本気の大工さんに一回来てもらって、うん、ここに柱入れてこうしてこうしてってちょっと教えてもらわなあかんなと思って、でもまあそっちで行こうかな、かわいいよまたちょっと大変な方やけど大変なんかな、トントン、トンじゃあだって上上げんのも、ああまあまあまあ大変やし、そこでまた曲線にするときにこうなんか突っ返してさ、もうやらなあかんやんか、似たようなもんやチャレンジそうやな、やっぱり最初に思ったことがな、そうやっぱやりきらなあかんわな、まあとりあえずちょっと土間打ちして、向こうも土間打ちしてペンソーを入れたりしてる間にちょっとそれも考えていきます。よし、お疲れ様です。なんとか終わった、うん、助かったわ。またちょっと抑えんねんけど、これ一人だったら無理やわでもやっぱり早いな、あれがあるだけで。そうやな、手とは違うな、はい、これでどれぐらい？2時間ぐらい、うん、2時間ぐらいで土間打ちはできるかな。まあその後押さえあるけど、ちょっとなあっちの方最初のところはなちょっとだいぶ硬くなってんねんけど、こっちはまだ柔らかいから、うん、ちょっと待って押さえてから帰るわ。そのまま仕事行きます。え、いつもや、いつもやなできたね、いい感じ。いい感じ、うん、もうトイレになったら寝転べへんし、今のうち寝転んどこう十分やな、広さも。いや、広いよな、うんうん、男の方はちょっと狭そうやな、電気が2個になるから。そうやね、だってドアのすぐそこにあるやろ、立ってする方がこれ何の粉いっぱい出てんの、それは、うん、掃除する穴とかなんかそんな詰まった時に、うん、掃除する穴でこっちが便器を使う。これはずっと出てるってこと？これはまあ便器が作る。これは便器作る。これ切んねん。切んの？これ切らない。出てんの？この後から切るって言ってたけど。どうやって切るの？これがな、同じやつじゃないか。うん、だからここで切って中にこのこの高さ分、うん、中でこう切るっていうこと。今まで割れへん、大丈夫？
読まれへんやろけど金の3つだったらどうやって買うのなんか悪いよね。それ洗面台の排水と水道、うん、何になるんやろうな、まあ、なんか想像できへんどこのうちもまあちょっと今日も明日も雨やし下をかな、うん、来週やな、うん、このままやったら水道するときに汚れるし養生すぐやん。湿気とか大丈夫なの？湿気は大丈夫。あの、ゆっくりはゆっくり乾かした方がいいから、ほんまがすぐに出てくる。あ、大丈夫な、ね、洗面台の中の固まると。よし、ちょっと養生したけど。こんな感じで。またね、テープでちょっと貼っていくんだ。雨が降ってきて。なんな今日。雨が降ってたら何もできないし、今日はここまでにしたいと思います。では。